どうも、鈴木アルと申します。エルデンリングの DLC が先日発表されたということで、久々にエルデンリングをやっていきます。OKOK、 なんとなく操作は覚えてる。無難にコンボ強いよね。残機1でやろうと思ったんだけどさ、最初に絶対死ぬからさすがに3にしたわ。久々にやると画面綺麗すぎてビビるんだよな。エルデン絶対ここで死ぬやん絶対ここで死ぬから残機3にしたんだよな。間違えるね。ジャンプとさ、ローリング間違えちゃうんだよな。負けイベはさすがに脳幹じゃないん。雪風しあるさん。勝てる人は勝てるからさ。処刑です。稲造さん。処刑の稲さんいらっしゃい。エルデンは楽しいぞ。雪風しあるさん。無理です無理です。あれ、ここって死亡判定ないの？デッドって出ないの？普通に俺あれだと思ってた、死亡判定あるのかと思ってたからさ。まあいいや、3機あればね、ある程度やれるでしょう。ワンチャンここでも死ぬ可能性すらあると思うよ。秋にどっち来るかやな。あら、秋に来るかな。秋までに来るかな。じゃあツリーガードやろっか。ツリーガードで終わるだろ。やめろ、ツリーガードで終わる。え、ちょっと待って、追尾強くない？パリできないじゃん、盾持ってないからパリないやん。危な、多分ね、まあ最初は余裕だよ。ツリーガードやるか？裸でいけるツリーガードね、一発耐えれる。そもそも一発耐えれるんですかね。さてやろか。わら、ナスさん。ワントライぐらいしてもいいけど、いや勝てるしねー。とりあえず、まあ残機3あるからいいよ。一戦ぐらいやるけど。防具アローが死ぬんだから問題ねえな。雪風しあるさん。いっ、ちょっと待って。即死なんだけど。さすがに即死は辛いな。あれ一発で死ぬの？ダバリュー、ナスさん。お疲れ様でした。早すぎ。雪風しあるさん。いや残機3あるから。俺の体が1個なくなった。無理だね。最初はあれかな、狼みたいなやつ。3機あるっつってんだろ。3機あるっつってんだろ。左回転も何も。左回転も、危ねえ、左回転も何も、普通に。怖い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 、無駄に怖い。全部即死って考えるとマジで怖いね。結構ついてくるね。やだよやだよ、ここで2機使いたくない。え、いつまでついてくんの？こんなついてくるっけ。あぶね、セーフセーフセーフ。あぶね、ちょっと怖い。
セーフ。え、こんなついてくるっけ。だ、商人がやられそうなんだけど。それは聞いてない。帰った？オッケー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 。武器はこれ強いね。火力は割と足りてる。いけっかな。ワンチャン負けそうなんだよな。まあ行ってみるか。回復なしでやった方が集中できるな。基本マジか、のけぞんねえのか。危ない、割とやばい、普通にやばい。大体地の戦技が悪い、雪風しあるさん。今マシなんじゃないの。男は黙って月光ナスさん。月光も楽しいけどね。すいません、こいつも辛いんですけど。いや、普通に強い。普通にこいつも言うて強い。MQ。クギャ、雪風しあるさん。W、稲造さん。あれ、ツリー相手やった、ナスさん。ツリーに採点できないで終わる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと怖いな。あいつマジ攻撃モーションむずいな。ちょっと冷静に落ち着いてやるぜ。煽ってくんな。煽ってくんな、マジで。意外と強いんだぞ、こいつ。俺、強靭にそんな強かったイメージないんだけど、こいつ。こんな強靭強いの、こいつ。あ、やばい。お疲れ様でした。今日も楽しかったです。ナスさん。あと一機あるっつってんだろ。この何？大振りの後のあれ避けてからか。回復しちゃおう、先に。これの後はないのか。ファイアーズ裏、稲造さん。棍棒の強靭削りが弱いんだよ。雪風しあるさん。なるほど。ダメージ、いいダメージ出るんだけどね。なんかぶっちゃけツリーガードマジでワンチャンいけんじゃないかぐらいに火力は出てたからさ、このこれか、これの後か。やっぱ怖いじゃないですか。おわお。ツバイもないにもさ、武器選べないからな。今は手数勝負、ナスさん。ふい。リーチが短いけどね。この分火力が普通に高いから。もう一発ある？もう一発なーい。ほいほい。でもう一回振ってもらってから。なんかこれぐらい殴ったらさ、ひるむイメージだったんだけど、マジでひるまん。あぶね。まあでもさすがにモーションを覚えたから大丈夫だと思いたい。ほい。さすがにセーフセーフ。あぶねあぶね。これどっちみちもんで死ぬ未来見えました。わら、ナスさん。どっちかって言うと狂った腰玉ねぎの方やな。もんってどこだ。雪風しあるさん、ブラボで3回し終了やろう、稲造さん。ブラボは俺だから、なんだっけあいつ、一番最初のガスコイン神父で積んでますけど、本当に大丈夫ですかね。仕込み杖最強やん、雪風しあるさん。仕込み杖だっけ。なん強いよ、ナスさん。
本当に強いのあれ。足の水強いよってアドバイスしたわ稲瀬さん。本当にあれ強いの。筋力足りてないな。みんながよく使ってるやつ。これ両転すれば足りるよね。レベル上げ解禁しとくか。ほいっと。体力振ればまあ死なないっしょ。フリーガードは目標10レベだな。ちょっとここら辺のやつ倒して、せめて防具着させてほしいわ。マジで即死すんのは無理。対人もあれでしょ、今、血統がさ、闘技場出てるからね、ちょっとやってみたかったけど、結局触らずじまいだったから。エルデンの対人は別にレベル関係ないのかな。昔はなんかレベル100にみんなしてやってたよね。危ない、ちょっと待って、俺油断してると終わるわ。危ない危ない。ロマンしか求められない。アスさん、ロマンはいいよね。それはエルデン発売してあれだぞ、発売してすぐにロマン武器の動画を上げてたぐらいだから、俺もロマン武器は好きだよ。だからセスタス使おう。一時期環境武器、雪風しあるさん。どこで拾えんだよ。クソ武器だ。わら、ナスさん。いや、実際拳面白そうだからやってみたいわ。セスタスってあれだよね。あの、メリケンサックみたいなやつでしょ。腕で勝負しよう。わら、ナスさん。対人はね、結局腕出るからね。俺こいつマジで苦手。蹴りどうやんだっけ。ダクソさんではクソほどお世話になりました。セスタス、雪風しあるさん。パンチ系強いんだ。ラボのパンチも最強だ。バリュー名前忘れたけど、ナスさん。意外とパンチ系は強いんだ。ソウル系は。ソウルシリーズは。まあ、適度な武器で、初見の時に使ったことない武器でやろうかなと思って。ファイルバンカーのことか。はあ、雪風しあるさん。ファイルバンカーあったね。ナスさん。雪風しあるさん、お疲れ様でした。ナスさん、はい、お疲れ様でした。稲造さん、お疲れ様でした。